はい、こんにちは、MD ジャックです。CCA、CRA プラスが届いてから1ヶ月近く経ってしまいましたが、ようやく動画にできました。こんにちは、アイです。CRA は以前、ミミィちゃんと一緒にレビューしましたよ。CRA プラスですか？何がプラスになったんですか？お値段。お値段、そうだね。CRA お値段プラス、だよね。CRA の2倍だもんね。2倍良い音するんなら別にいいけど、そもそも2倍いいかどうかの判断基準なんてないもんね。CRA は結構売れてるんじゃないかと思うけど、なんか映画のパート1がヒットしたから続編作る的な戦略に似てるよな、なんて思っちゃった。値段倍だから CRA を買った人の半分が CRA プラスを買えば売り上げ的には同じぐらいを狙えるし、販売戦略の基本といえば基本ですね。はい、は前回のレビューの後結局 CRA 買ったんですけど、今回はちょっと迷うな。コレクターじゃなければ多かれ少なかれ同じような気持ちになるんじゃない？ CRA のレビューは以前アップしているので、今回はレビューというより CRA と音質がどう違うのかに内容を絞ってお送りします。では早速 CRA との音質比較動画です。音質比較どうだった？うん、 CRA プラス何がプラスなんだろう。音域の出方はむしろマイナスのような。そうだね、実際低域は波形でも若干 CRA プラスの方が出ていると思うけど、音域の聞こえ方に低域も影響を受けるからね。あと誤差レベルかもしれないけど、実測では CRA プラスの方が 0.4 デシベルほどレベルが高く、聴覚上もちょっと大きく感じたので、聞き比べる際はレベル調整にも気をつけた方がいいかと。実際聞き比べた印象は CRA プラスの方が声域は落ち着いた出方だなぁと感じ、波形上では3キロ以上でその傾向がはっきり出ている。 CRA って聞きやすい明るい声域とトータルバランスで人気が出たと思ってたんで、声域を少し抑えたら持ち味が失われちゃうんじゃないのって思った。そうですよね。でも2キロあたりは CRA プラス、4キロあたりは CRA が出ていて、このあたりの特徴の違いも持ち味の違いなんですよね。そうだね、イヤピを付け替えても同じような感じだった。あ、これですね。ウィーザー ET100 に付け替えても CRA との基本的な対比は同じで、ファイナル E に比べやや右肩上がりになっている。他にセドナイアーフィットビビッド、ムーンドロップスプリングティップス、タンジジム TAPB でも試したけど、この特徴はほぼ同じだった。だから3キロ以上での小息を少し抑え、低息を少し盛り、2キロがちょい盛り、4キロちょい抑えが CRA と比較した CRA プラスの特徴ということになるね。なるほど。最後は動きのある波形を取ってみた。CRA プラスにファイナル E と ET100 を装着した比較、次は CRA にファイナル E と ET100 を装着した比較。イヤピによっての変化はあるけど、 CRA プラスの音域が CRA に比べて少し抑えていることには変わりない。結局 CRA プラスって何がプラスだったんでしょう。スペック上の違いはいくつかあるから良くなっているということなんだろうけど、聞いた感じの変化に劇的なものはなかったかな。価格に差がなければこういう別チューニングモデルもいいよねって言えるんだけど、価格が倍ぐらい違うのがちょっとね。
今どちらも持っていなかったら、この拓長の違いを参考にどちらかチョイスすればいいとは思うけど、このぐらいの違いなら CRA をちょっと EQ 補正するだけで CRA プラスっぽくなるからね。そう考えると CRA のコスパが良かったってことなんだろうね。もっと大きな違いだったら CRA プロなんて命名になってたかもしれないけど、そんなに大きな違いじゃないからプラスってちょっと控えめな命名だったのかもね。だからなおさらお値段が倍なのが引っかかるよな。どうしても CRA お値段プラスっていう印象が残っちゃう。CRA と比べた CRA プラスは低域が少し強め、中高域は2キロ4キロの出方が CRA と逆、高域が少し控えめ、サウンドステージは少し広くなった、解像感分離感はほぼ同じだが高域を抑えた分少し解像感が落ちたと感じるかもという感じだけど、個人的には CRA プラスのチューニングの方が好みだな。価格が倍ぐらいとはいえ3000円台なんで高いわけじゃないと思う。CRA と比較するから CRA プラスが割高に感じるだけで、単独で見たらいいモデルだと思うよ。CRA を持っていたらスルーでいいんでしょうか？ CRA に満足していたらスルーでいいんじゃない？満足しているけど色の違いを含めてもう一つの CRA もいいなって思えれば持っていてもいいと思う。コレクション的なね。物の価値は人それぞれなので、このチャンネルでは違いの傾向を提示し判断はお任せしますというスタンスを変えるつもりはないよ。確かにそうですよね。今回 I はスルーかな。了解。ということで CRA と CRA プラスの違いについて触れてみました。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。